皆さんこんにちは、ビーレジェンの小林です。今回は上腕三頭筋、腕の裏側の筋肉ですねを効率よく大きくしていくのにおすすめの種目3つご紹介させていただきたいなと思います。腕の筋肉をやっぱりこう太くしていきたいっていうね、男性の方たくさんいらっしゃると思います。やっぱり T シャツからね見える腕しっかりしているのかっこいいですよね。ということで腕を太くしていくのに実はこの上腕三頭筋というのは非常に重要になってきます。この腕の筋肉の3分の2は上腕三頭筋ですので、この上腕三頭筋をしっかり大きく太くしていくことで腕全体を太く見せることができますので、上腕三頭筋を効率よく大きくしていくトレーニング3種目ご紹介させていただきたいなと思います。で、種目の紹介に移る前にこの上腕三頭筋を効率よく太く大きくしていくためのポイントなんですけども、しっかりねこの筋肉を鍛え分けるということにあります。どういうことかと言いますと、上腕三頭筋、まあ、大きく分けてこの外側の外側頭と呼ばれる部分と内側の長頭と呼ばれる部分と2つの部分に分かれます。もっと細かく言うとこの内側に内側頭というのがあるので3つあるので上腕三頭筋と呼ぶんですけども、大きく分けるとこの外側頭と長頭のこの2つを考えていただければ大丈夫ですので、この2つをね鍛え分けるということを意識していただくのが大事になってきます。このね外側頭を鍛えるのはまあ割とシンプルで、普通にね肘を伸ばす系のトレーニングをやっていただければ何も考えずにしっかり効かせることができます。なので高重量でしっかりトレーニングできるような種目を選んでいただければいいんですけども、この長頭を鍛えるためには肘が上に来ているこの姿勢で動かすような種目をやっていただくことで最大限に使われる部分ですので、そういう種目をしっかり選んでやり込んでいただくことが効率よく上腕三頭筋を大きくしていくためのコツになります。ではそのための種目を3種目ご紹介させていただきます。1種目目はナローグリップベンチプレスですね。これはまあ非常にね高重量を扱えるトレーニングで、しっかりね肘を伸ばすっていう動きで上腕三頭筋の外側頭を鍛えることができますので、これがね、まあ、全ての基本になるかなと思います。ナローベンチプレスでしっかりと重量を伸ばしていって外側頭を中心とした三頭筋全体の筋力ですとか筋肉量を増やしていくのがまず一つおすすめになってきます。二つ目なんですけども、インクラインベンチを使ったライングトライセプスエクステンションになります。ライングトライセプスエクステンションは、まあ、いろんな方がやってると思うんですけど、これをインクラインにしてやることで実は可動域の最初から最後まで負荷が抜けなくなるんですね。しっかりこう上げてきたところで、まあ、普通のエクステンションだと負荷が抜けてしまうんですけども、インクラインでやるとしっかり伸ばしきったところでね負荷が抜けないので、そういう意味では非常に大きな刺激を与えることができますのでおすすめです。ぜひチャレンジしてみてください。最後3つ目なんですけども、これはフレンチプレスですね。まあダンベルでもイージーバーでもケーブルでもどの器具を使っていただいても構いませんけども、フレンチプレスっていうのはこう三頭筋の種目でしっかり肘を上に上げた姿勢で動かすことのできる数少ない種目です。このフレンチプレスで最大限にこのね上腕三頭筋の長頭が使われますので、これもですねナローグリップベンチプレスと合わせてですねぜひぜひやり込んでいただきたい基本的な種目になります。このフレンチプレスもやり込んでいただければと思います。はい、今回はですね上腕三頭筋を効率よく大きくしていくのにおすすめの種目3つご紹介させていただきました。ぜひ参考にしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。